ミッドナイト坊主のベータナイト日本。こんばんは、ミッドナイト坊主の雄大です。デブキャンです。ミッドナイト坊主のベータナイト日本はハロプロ関係の時事ネタや雑談を15分間くらいお送りするラジオ形式の番組となっております。週替わりでメインパーソナリティを変えて、基本は2人1組で、毎週金曜日にお届けしてまいります。今回のメインパーソナリティは、アホヤンゆうでです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、何が一体アホだったのかというとですね、今まで僕たちこのラジオですね、収録 LINE の電話でしてたんですね。はい。でそしたら、ラグがね、いつもね皆さんあると思うんですけれども、この度ですね、この収録の方を LINE 電話からですね Zoom に切り替えまして、Zoom だとラグがあんまないね。早いね。多分これはさ、今喋ってる状態だったらいつもと変わんないんだけど、録音聞いた時にないラグがないんだろうね。そうだから、アホだったよね。アホだった。しかもズームなんて、ベータナイト日本が始まった時から使ってたツールだわ。全然そのズームの方が先だしな。あ、 LINE 電話、なんで LINE 電話だったのかもうわけわかんないわ。だから一番その初期のベータナイト日本、それこそそのミッドナイト坊主のベータナイト日本じゃなくて、ファーストミッドのベータナイト日本だった時のあ、そうだやつですよね。前身ですね。ベータナイト日本、ミッドナイト坊主のベータナイト日本の前身番組っていうのがね実はありまして、これ僕の高校の同級生のね人と2人で、僕と2人でやってた、本当に同級生しか聞かないってか聞けない、ね、超内輪乗りのラジオ番組の、これ進化バージョンですから、イベントごとの際にね、その収録が行われる高校の文化祭の前日とかね、あと卒業旅行に行った時とかね、卒業旅行で同級生が誰かと付き合ったぞっていうのでスペシャル番組を作ったりねそれのせいですね多分。そうだ、だからだ。そうだから今までこう LINE 電話に固執してたんですけれども、Zoom でよくねっていうね、そう、先週 Zoom だったんですよ、秋信と私で。ああ。全然 Zoom でいいしかもさ、ズームだとさ、今ビデオもつけてるからさ、顔も見えてるからな、そう話しやすいね。普通に話しやすい。えぐいわ、やりやすすぎる、でそれでいくとね、フリートークのさ、最後のフリートークがあるじゃない、それもそのそれは別に会った時に別撮りで収録しとけばよくねっていうのもな、先週言ってたしな。あれ時事ネタじゃないからね。そうそう、あれ別にいつ収録したやつでもいいからな、それもねアホだったね。アホでしたアホばっかのねチャンネルとなっておりますけれども、はい、今週もこちらのコーナーからいきたいと思います。ハロープロランキング。さあ、こちらのコーナーは空想でハロメンがこのランキングなら1位だろうというお題を毎週リスナーの皆さんに送っていただき紹介するコーナーです。さあ早速ね行きたいと思うんですけれども、まあね今回もね、ふざけたやつがいっぱい送られてきてますよ。そりゃそうだ。ラジオネームハッチ、はい、ハロベン人気ランキング1位、そんなランキングしてはいけない、なぜならみんなの推しがそれぞれ1位なのだから、優劣なんて存在しない、存在するのはただ唯一の愛だけ。やかましい。だるやかましいわ。いや、攻めるとこ行くなと思った。腹立つよな。人気ランキング、これそんなことやっていいのと思ったらだる。腹立つよなその通りだわ。でね、そのちょっともう雑に紹介しますけど、その次の次ぐらいに坊主面でハッチーのボケを見逃さないランキング1位雄大っていうのを送れてきて、腹立つねハッチーのボケを見逃さない、なんだこいつめんどくさい、もう本当にハッチーめんどくさいないやでも言うて頼むわ、そう言われてっから、じゃあもう全部頼むわ。俺担当になるやんそれだとハッチーでも長年ハロプロないないとハロプロランキング送ってくれるから、そう、サイコさんのねリスナーですからね。細かいさ、アニメ系のネタとか、そうそうそう、秋信はシンプルにその取らないというか、うん、フルにやらないことが多くて僕は多分
なんか知らないワード入ってるともしかしたらその専門的なやつだから俺がもしねなんかその違うアニメとかに関連するやつだったら良くないなと思ったら飛ばしたりしてた担当じゃないなっつってね。そう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 、だってね分かんないんだから俺はだから俺がね担当なんですけれどもハッチーの、いやもっとちゃんとしたやつ読みたいのよこっちも来てる、他に来てるよ。でもお前がハッチーを読んでんだよハッチーもねちゃんとしたやつ送ってきてんだけどねいいじゃない、こういうの、ま、いいランキングですよ。そう混ざって混ぜてくるからさ、ちょっと読まないとないけなくなるんですけれども、うん、ちゃんとしたやつをね行きたいと、ちゃんとしたやつ行きたいと思います。ハチちゃんとしたやつだぞちゃんとしたやつ頼むな、ラジオネームイチロー、大手ホールドオンミーの大手ホールドオンミーの飯田さんパート、ねえ笑ってを今担当してほしいハロメーランキング第1位、タメナガシオン。さあ確かにこれはね僕らはねそのリアルタイムでやっぱ知らないからな、音源でしか聞かないじゃん。うん、あのねえ笑ってのとこでしょ。そうそうそう、でこれがあの歌版でさ、それこそタカさんにこういじられてね、うん、その怖すぎるだろうみたいなそれを知ったのがあの去年ぐらいにやってたあのモーニング娘。の、そうそう、金スマのね、金スマのやつですからね、中居君のやつですけれども、歌版はあんま知らんかったからな。そうそうそう、 でも確かにその憑依面だからな、うん、シオンのは。そういった意味では怖く言えるよな、その飯田香織さんとはまた違った怖さでいける飯田香織さんはそのナチュラルにね笑ってが怖かったっていうだけなんだろうけど目が決まってたみたいな。そうでもシオンヌはそれを分かった上で、うん、あの感じで多分言ってくれるんだろうな、憑依させてな、うん、いやもうだって This is 運命いまだに怖いもん。いやあれ衝撃だったよなマジであのソロフェスいまだにまだ怖いもん。確かに今年ソロフェスやんのかね、どうなんだろうな。やっとしね、あれ結構ハロメンあのかなり労働的には重いだろうけど、相当重労働だろうけどな、うん、でもちょっとやってほしいね、やってほしいね、あんだけ盛り上がるからね、やっぱ1回目2回目やって、ぜひね今年も期待したいね、ひなフェスと。あれは無観客でいいな、しかもソロフェスは。そうそうそう、なんか変な投げし、そうさすがにあれ入れないよな全部は。カットとかいるわ、あの後ろのなメンバーの入れ替えとか。そう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 、だからあれだよな、もうテレビ側に任せてもらって、あの運動会スタイルでね、あの小学校とかの自分の子供がいる学年の種目の時だけ前にこう親が行けるみたいな。確かに自分の推し目の時に移動性で行ける。そうそう、自分の推し目だけこう中に入ってみたいな。確かにそれ面白いな、それでいいんじゃないですか。コットンクラブだとなあんま人も入れないからな、入れないしな、うん、それでちょっと検討してほしいですね。最後いきます、うん、ラジオネームたぬき、セブンテンをスネークアイと呼んでいそうなメンバーランキング第1位、橋迫凛、ね、これねあのボーリングのネタなんですけれども、セブンテンはあれか、スプリットのやつ。そう、セブンテンはこのねこうやって立つやつね、端っこでこうやって、今画面越したからいいけどラジオでこうやってはダメよ。ボーリングのピンがピラミッドみたいにね並んでるじゃないですか、一番ピンからでこう一番後ろの端っこ2つがこうね、うん、残って、もううわこれどうやって飛んだよみたいな、あの状況のことを、うん、あのボーリング業界ではセブンテンって言うんですね。あれスプリットってはまた違う、スプリットっていうのはまあそのピン隣合ってないピンが離れたやつは全部スプリットなんだよ。あ、じゃあ70じゃなくてもいいってこと。そうそう、だからセブンテンの中の一つとしてこう、うん、あ、違う違う、スプリットの中のその特別な、そう、特別なケースとしてセブンテンっていうのが挙げられてるみたいな感じですよね。なるほど。でこれを、まあ、別名スネークアイとも呼ぶんですよ。スネークアイ、まあだからこう離れてるから目、このあれが蛇の目みたいな、だからこう離れ、蛇の目もこうさこっち横側についてるからっていう、うん、まあ草食動物もそうだけど、ね、そういうまあそういう由来なんでしょうけどもまあそれをね、これはあのリンちゃんがボーリングに詳しいのか、それともヘビが好きだからスネークアイ派なのかはちょっとまだ分かんないところですけれどね。ヘビ、多分ヘビだろうな、ヘビで言ってるのかな、ボーリングだってリンちゃん詳しくないだろう。
でもあのボーリング詳しいのはやっぱ神子だろ。いやいや、ボーリング、あ、さ、P リーグね。P リーグ。P リーグ、TVK でね、やってますけど。やってたけど、BS 日テレでしかやんなくなっちゃった、あの、P リーグね。P リーグ。で、あと、ボーリングで言ったら、竹内さんね。竹内さんは、その、もう運動神経がいいから、そう、竹内さんは、あの、DVD マガジンで、あの、ボーリングやった時も、あの、一人だけカーブ投げて、大学生みたいなカーブ投げてたからね。カーブ投げるしてないもんな、アイドルで。投げれても投げないでほしいもんな、DVD マガジンで。あの、なんだけど、どっかで大学生の集団がボーリングしてる映像を見たんだ。うん、で、俺らもさ、高校の同級生とさ、もうほぼ野球部みんなぐらいで行くじゃん。で、俺らさ、ほぼみんなカーブでやりに行くじゃん。うん、まね。あれめっちゃめずいな。あ、めずいんだ。あれカーブ投げるの3人、あの5人で1人ぐらいだぞ、あの割合。あ、そうなんだ。そう、あの、そうみんなカーブじゃん、俺ら。そうそう、俺ら、シュートじゃん。そうだ、俺らね、あの、ボーリング、ガチ勢すぎるのよ、多分。あの、ストレートのやつ誰もいないじゃん。そうそう、僕たちの高校のね、野球部の同級生が、まあ、いっぱいいるんですけど、もう、年2ぐらいでボーリングするもんね、みんなで集まって。みんなで、しかも、ちゃんと30人野球部、いや、33人マネージャー入れて、うん、その33人中、その25人ぐらいちゃんと来るもん、ね、そうそう、半分以上は絶対来るんだよな。ストレートだけど多分 PO のだけで確かにガーンって落とさせてね、ガーンってあの床に落とすタイプの投げ方だから。そうだ、僕らねボーリングめちゃくちゃ得意なんですよ。だから、まあ、だからこのネタをねちょっと読ませていただいたっていうのはあるんですけど、これ狙って俺らの狙ってやってんのかな、なんかそんな話したかな、ボーリング得意なんですよみたいな話。いやー、わかんない、俺はだって、いや、お前じゃんか、特に。ラーメン、俺とラーメンなのよ。俺とラーメンが結構詳しいというか、ガチ勢というか。僕別にね、ボーリング得意でもないし、その、知りもしないというか、そう、みんなやってっから楽しそうつって行くぐらいだから。あの大学、そう、1年生の時にさ、あれなんだよ。うん、俺ら、あの、ラウンド1でみんな行ってたんだけど、あなた大阪にいたじゃない。お前らが、ラウンド1に行ってるのを見てたのよ。そうそうそう、その、スタディープラスで。そうそう、スタディープラスでやんなってあるじゃないよね。スタディープラスをタイムラインに表示させた、じゃあ今日ちょっとラウンド1で1日いるわみたいな、お前らのツイート見ながら、俺はちゃんとあの6時半ぐらいに起きて朝飯を大学に食いに行ってたから本当だからね、そう、それもあってちょっとねボーリングの差はちょっとありますけど、まあちょっとね、りんちゃんもりんちゃんと一緒にボーリング行きたいね。行きたいちょっとこちらの番組はボーイズビービューティフルリップスの提供をお待ちしています。ミッドナイトボードのベータナイト日本。ミッドナイトボードのベータナイト日本。今週のハロプロ、さあ今週もあの大人気コーナーが今週もやってきます。なんか帰ってきたみたいな、ハロープロライン、間違えたわ間違えたわ、あのって言ったらもうハロープロないないで、俺たちで言ったら確かにな、帰ってくるあのラインコーナー、ハロープロないないだもんな。ハロープロないないも久しぶりにやりたいけどな、やってもいいよな、まあ、うん、今週の、まあ、ハロープロをねニュースをちょっとまたあの見ていきますけれども、収録日の今日ですね、5月11日アンジュルムのニューシングルが発売になったということで、はい、オリコンデイリーランキング第1位です。よっしゃ、よっしゃ、来たね。これさ、あれ以来、私を作るのは私とか以来か、あのカッサーが、笠原桃奈が大喜びした、あの一人だけあの長机の前に出てきてふーって言ってた、あのあれ以来か、あれ本当、あのそれ以降だってまずあれか、 CD がまあそんな出てないか、まあ2枚ぐらいしか出てない、そうだな、うん、ね、でしかもこの前もやっぱジュースジュースのアルバムですけど、あれは、うん、アルバムがね1位になったりしてて、うん、これハロプロ売れたんちゃう、来てますね、ハロプロ来てるやろ、徐々にというかもう来てます。そうで、もうだってあのアンジュルムがフェスに出た時に、その今までだったらね
アンジュルムは聞いたことないけどとか、うん、そのあスマイレージねとかね、あとスマイレージねのイメージが強い人が多かった中、はいはい、もうあアンジュルムってもしかしたらカミコの、そうそうそうだよ、確かにそう、アンジュルム名前は聞いたことあったけど、本パフォーマンスは初めて見たみたいな、そう、そこまで来たんだよね。そこってだいぶでかいよ。確かにでかい。その聞いたこともないグループがいるんじゃなくて、聞いたことはあるってめちゃめちゃすごいと思う。そう、聞いたことはあるけどで見たらめっちゃすごい。これでかいな。これもう見たらすごいのは、まあ、我々ハロプロオタクは全員知ってることだから見せたいんだけど、まあ、やっぱ名前が知られてないから、アンジュルムすごいすごいって言ってもやっぱなんかちょっとね響かないというか、打っても響かないところがあったけども、もうアンジュルムっていう名前が単独でなんとなく知ってるってところまで来てるから。確かにこれ来たね。しかもあのツイッターの坊主いるじゃん。いる。あの人も最近なんかハロプロネタ多めだなと思って。そんな、じゃああれだろ、あの今年売れてほしい、今年売れてほしいアイドルランキングみたいな、あれすごかったよな。ビヨーンズみたいな、最優秀賞だっけな。そう、最優秀賞ビヨーンズ、金賞椿ファクトリー、その次にアンジュルム。そう、1位に3位がビヨ、椿、アンジュだった。そう、えぐいよな、ハロータ頑張りすぎやろっていう。でモーニング娘。多分達観賞だ、もう売れてるから。そう、多分もう売れてるよな。で他にもそのなんだろう、参加者のところにお茶の間とかいたね、いたりしたから、うん、ハロータ頑張ってますよ、頑張ってます。でね、それに伴ってこうね、あの今日なんか5月11日 YouTube であのね生放送もやってましたけれども、はい、なんかそれであれですね、チャンネル登録者数が20万人になったらしいですね、うん、ずっと 19.9 だったのかな。そうそうそう、そんぐらいだったら、 いや、やっぱ来てるわ、やっぱ徐々に。俺もね、気づいたらなんか剣がいっぱい届いてた。多いね多いねいっぱいだね。なんか剣がいっぱい、あと CD がさ、 CD このちゃんといっぱい届いてる。いっぱい届いてる、また配るわそう、これね、あの高校の同級生とか全く関係ない同級生とかにも行き渡りますからね、この CD。 そう、この CD はその高校の同級生に頻繁に会うから、その時に、まあ、よければっつって、あの僕の知り合いの人がねちょっとやってるからっつってまあね、知り合いですからね、もう、もうし俺は知ってるから。そうで、知り合いって向こうもこっちのこと知ってれば知り合いになるからな。そうそうそう、なんとなくなんとなく知ってれば、もうこれこっちの言ったもん勝ちですから。そう、知り合いではあるからな。知り合いですって言って配ることにしてます、うん、だからね、ちょっとアンジュルムちょっと今暑いですね。暑い、武道館もありますし、楽しみ、楽しみだよな本当に。でもう一つあるんですけれども、うん、モーニング娘。のミュージックビデオが公開されました。うん、あれなんかすごかったね、その何の告知もなくさ。そう、告知はしてたのその日に。あ、そう、じゃあなんかしかもすごい急じゃん、もうなんかあとすぐもうちょっとで公開されますみたいな感じになった。そう、嬉しいお知らせっての言ってて、なんだろうなと思ったら9時からミュージック、今日だからその日付と9時からだったから、その日付いつだろうと思ったら、え、今日じゃね本当だよな、めっちゃ急にさ、あれでさ、なんか俺なんかミュージックビデオ出てねみたいな感じでね、うん、で俺それバイト中に見たんですよ、だからあの、うん、告知というか、うん、通知、なんか出てるやんみたいな。でさ、ね、あの、あなたたちはもう見たんでしょうけど。そう、てかお前と喋るの久しぶりだな。あ、そうそういえばそうそうってなんだよいや、もう相当今だってもう20分ぐらい喋ってたけど、今かと思って思い出した。そうだ、だってちゃんと1週間以上ぶりだわ。そうだ、だから5月の8日にね、秋信のうちの秋信っていうメンバーがいるんですけど、うん、その子の誕生日がね5月8日で、うん、でその誕生日会をねデブキャンさんと秋信とラーメンでね、秋信の家でやったんですけど、うん、ちょっと僕あのお仕事の方がねありまして、うん、お仕事アルバイトの方がね、そうそう、行けなかった、お仕事の方があって行けなかったんですけれどもアルバイトな、アルバイトで、その時にね、あのデブキャンさんとアキノブのワイヤの一緒にミュージックビデオ鑑賞会をねしてるのでそう、アキノブあいつ自分の家だと、はい、こんにちは、アキノブですの声がめっちゃちっちゃいで言う
ちゃいよな。ちっちゃい、びっくりした。え、聞こえないなとか、ね、お母さんとね、家族いるから。そう、そうそうそう、家族いるとね。でもあのパーカーはずっと家で着てる。ああ確かに。でそれをまた上がるんですよね、その動画は。あげます。まだ何もやってないけど。そう、だから俺はだからもう俺でも動画ミュージックビデオは見てるんで、うん、あれちょっとやばいな。そのやばいのさ、認識は俺と一緒かな。やばかったんだけど、うん、なんだろう、今までで一番その、まあ、リアクションはしにくかった。うん、まあ、確かに。おなんか今までさ、うわかわいいとかさ、確かに、いやうわこれやばい、かっこよとか、そう、うわかっこいいみたいなな。今回のそのチュチュチュに関しては、おお、確かに、何これ、そう、何これでな。いやでも確かにそうなんだけど、俺も最初そうだったけど、途中から俺めっちゃ笑ってたよ、なんなら。わかるよ、あの、なんか意味わかんないさ、レイヤーの使い、そのそう、やっぱ編集をしてたら編集画面出てきたじゃん、うん、やばい、こんなエフェクト使ってんのにこれじゃ足りねえだろ。まあね、まああったけど、あったけど。いやこれ一つじゃ足りねえってつって、あったけどね。そういうとこも見たり、あとなんかその、なんかこうちょっと集合体恐怖症じゃないけども、ちょっとなんか怖い部分というか、まあ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 、メンバーが無限に増殖するみたいな。あったな、パソコンのウイルスみたいになってた。ソリティアがクリアした後みたいになってたもんな。なんかね、そういう怖いとこもあったり。そう、あとそもそもやっぱ普通に音がちょっとえぐいなと思って、ババ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 バ、そのもう後ろの音がさ、えぐすぎてもう笑っちゃったもんね。うわこの人たちやっぱ頭おかしいなと思って。つんくさんと大久保かおるさんね、うん、頭おかしいね、あの人たち。だってさ、そのそれこそモーニング娘。ってやっぱりもうアイドル、女性アイドル界の老舗中の老舗で、はい、もう20年以上こうね、日本の女性アイドル界を引っ張ってきた、まあいわばトップアイドルですよ、日本の。その日本のトップアイドルがあの曲歌ってんの、めちゃくちゃ面白くない？あのアイドルとはそう、あれいかつすぎるでしょ、音が。あんな、あれだって要するにだからアイドルが歌ってるわけだから、あれアイドルソングなわけじゃん。そう、アイドルソングといえばやっぱり後ろがガチャガチャして明るい感じで、そう、あのなんか色で表したらピンクとかね、そう、黄色とか、そうそうそう、白とかが多い中、もうなんか分かんない茶色みたいな、そう、なんかいかつすぎて、それを考えれば考えるほど面白くなってきちゃって俺。アイドルの楽曲なのに、そのイメージカラーがさ、暗いよりのグラデーションっぽい色なんで。そうそう、なんかはっきりしない感じを、うわーんって感じだ、ずっと。確かに。だからもうめちゃくちゃおもろいなと思って、やっぱり好きだなと思ってさ、なんかツイッターでもなんかさ、すごいツイッターをなんかあれだったもんな、あんまり反応が、なんて言うんだろうな、ツイッターその見てなかったので、見ないようにしてたから、やっぱあれだけど、どんなもんか全然わからんけど、うん、かツイッターがね、ツイッターですら困惑してたもん。どうすりゃいいんだって、これがつんくさんの本気なのかみたいな。これが本気なのか、これがつんくサウンドなのかみたいな。そう、つんくさんでもいい曲できたって言ってたしな。そう、いやでもあれはいい曲だよ、やっぱり。つんくさんがいい曲できたって言う時は大体そのね、そっち系が多いから。そう、あれはいい曲だわマジで。多分動作と何回も聴くようになるんだよな。そう、めちゃくちゃやっぱめちゃくちゃキモいもんな、あれ。込めてますよ。そう、俺めちゃくちゃ好きだもんあれ。なんか楽しみだな、 CD でちゃんと聴きたいな、いいやつで。なんかティーンエイジソリューションもさ、結構さ、なんかボス感というかさ、うん、結構最終章みたいな雰囲気出てたじゃん。でも全然超えてきたもんね、それを。番外編のな、そう、もうなんか裏ボスみたいなのが出てきて、うん、勝ったと思ったらまだいましたみたいなのが。ティーネージ、そう、なんかね、ティーネージはリアルがパルキアでな。そうそうそう。今回はそのギラティナみたいな。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。まだ終わってなかった、ストーリー終わってなかったみたいな。アルセウスとかな、そっちのもうマジで。ガチエグいよ。まだいたんかみたいな。あれはちょっと、やばいっすね、マジで。あの妙な落ち着きも怖いわ。そう、怖いわ。めっちゃ。ミュージックビデオあれだし。そう。で、森戸さんセンターだし。はい、そう、あれ森戸さんセンターなんです。あの森戸さんのイメージって
どうなってんだろうな、もうわけわかんないもん。もう青春ナイトからのこれですから。めちゃくちゃおもろいな。森さんがねモーニングに入った時の最初の曲は邪魔しないでヒアウィーゴーですから。あ、確かに原点回帰なのかな、そういった意味では。じゃあちょっと進化版、邪魔しないの進化版みたいなとこあるな。うん、あ、あるな。邪魔しないでもそんな感じするもんな。笑えてきちゃうね本当に。いやこれちゃんとやっぱいいやつ、いいイヤホンとかで聞きたいわこれ。だって一発でさ、ハロータじゃない人がさ聞いてさ、わこの曲めっちゃいいねってなるわけないもんな。これでテレ東音楽祭出てみろよな。そう、普通に意味わかんないじゃん。もう今モーニング娘。何これ歌ってんの。そう、モーニング娘。そのモーニング娘。じゃなかったとしたら、これ誰が歌うんだろうな、どういうさ人が歌うんだろうな。確かにこれ逆にモーニング娘。しか歌えないのか。そう、誰が歌、どのジャンルのさアーティストが歌うんだ。だってそのでもあれだって複数人だって歌えないじゃん、あの歌自体は。だからその今そのさ流行ってる何 J-POP というか、なんかそれこそ夜遊びとかさ。夜遊びは歌わん。違うでしょ。でそ、あとはもうそれこそ優里とかね、そういう方も一人でも絶対歌わないし、あんな雰囲気の曲歌わないじゃん、ああいう人たちは。ヒゲダンとかも、ヒゲダンも歌わん、ヒゲダンも絶対歌わんじゃん、あんなの。誰が歌えんのあの曲マジで、モーニング娘。以外。確かにこれ そういう意味でやっぱりすげえわ、モーニング娘。すごいよな、もう本当にボーカロイドとかそっちの。いや無理だろ、無理、もうモーニング娘。オンリーよ。おやばいな、やっぱだからレベルが違います。モーニング娘。が作り上げてきたものとつんくさんのね作り出す音楽とそれを体現するメンバーたちね、とんでもないな、やっぱとんでもない、とんでもない。こちらやっぱハロプロやっぱ来てますね、そういった意味でも。まあこれは来るだろう。アンジュルムしっかり、もうモーニング娘。しっかり、これはね来てます。まあ、アンジュルムはね結構一般受けが良さそうな曲が出てきましたから。そう、これはあのモーニング娘。分かりやすく売れるかもしれません。そう、もでアンジュルムハマってハロプロにハマった人がモーニング聞いてびっくりしなさい。あ、モーニング娘。って今こんなことやってんだ。モーニング娘。ってもうね、モーニング娘。もう何周もしてるからな、深みが違うもん。そうメンバーのわちゃわちゃとかね、そう一旦取り払いましょ う、 こういう笛とか鳴らしちゃいます。そう、もうそういうのやりました、もうやったんです。20年やってます。そう、どんここ行きました、どんどん先行っちゃいますってね。ミッドナイト坊主のベータナイト日本。ミッドナイト坊主のベータナイト日本では皆様からのお便りを YouTube のコメント欄と Twitter の DM で募集しています。どしどしお便り待っています。じゃあどうします、あの高校野球3年間で一番楽しかった試合編の話します。あ、そうか、あその話あれいつしたんだっけ。それこの前の俺とデビキャンさんの時だから2週間前とかでしょ。私がメインだった時か。そうそうそう、します。じゃあその話よっか。そうですね、この2人だしね。いや、あのお待たせしました。そう、あの高校1年生の時ですよね。1年生の秋かな。そうで、だから3年生がこう引退して、うん、まあ、新チームになり2年生と1年生でみたいな時の、まあ、B 戦、いわゆるまあ2軍戦みたいなね形の試合だったんですけれども、まあ、まあ、2年生がまあメインで、うん、でちょっと1年生の、まあ、ちょっといいやつ何人か連れてこうかみたいな感じで、まあ、僕たち連れて行ってもらって、うん、まあ、やってた試合なんですけれども、うん、まあ、その試合のね会場がまあ厚木だったかな。厚木の高校でしたね。厚木の高校の、まあ、グラウンドで試合やってて、うん、で僕たちがこう出てたのが2試合目ですよね。そうです、あれはそうです、2試合目です。だから2試合目っていうと大体こう、まあ、1時ぐらいから始まって、うん、でまあ3時半とか4時ぐらいにはまあ終わるだろうみたいな時間帯のゲームなんですよ、うん、で僕たちのね試合がどんどん進んでいって、まああれも終盤だよね、試合のね終盤にこうなんかすごいでけえ音聞こえんなっつって、中盤から終盤にかけてなんか
なんか近いけど、その高校時代がちょっと上にあるんだよね。そうそう、山のねちょっと上に、地域的にね、そうそうそう、地理的に上にあって、でなんかすげえ音聞こえてくんなみたいな感じで、よく耳澄まして聞いてみたら、こう生き物係がライブやってたんですよね。そう、地元だから、そう、生き物係の、生き物係多分凱旋ライブみたいな感じで、ちょうどたまたまその僕たちの試合の日に、こう近くでライブを、屋外だよねあれね、屋外で、屋外でライブやってたわけですよ。で生き物係のね曲なんてもう、まあ、有名な曲ばっかりじゃないですか。はい、もう俺でもめちゃくちゃ知ってる。そうそう、デブのね、世間に疎いあのデブキャンさんでさえも知ってるわけですから、相当やっぱ有名で、みんな知ってる曲がこう流れてくるわけですよ、試合中に。はい、で B 戦っていうね、まあしかも B 戦2試合目ってその相当やっぱ緊張感がないんですよね、相当あんまね言っちゃあれだけど、そう、2016年だっけ俺たちが高校1年生。そう、2016年、2016年の9月11日です知られたの厚木市、うん、萩野運動公園で行ったライブですね。これが音漏れしてたと聞こえてきたんですね。じゃ あでその B 戦の2試合目、もう緊張感が一番ない試合ですね。まあ、監督も、そう、監督じゃない、そうそうそう、だから普段だったら部長っていうかね、その公式戦の監督はしない先生が引率で来てくれて、でもその先生のもとでワイワイやるって、でその先生ともね僕たち仲が良かったもんだから、その先生が新任で入ったの時と僕らが高校に入学した時が同じだから、僕らの同期って呼んでたそうね勝手に同期って呼んでた先生が引率だったので、 そんな状況のね試合なんて緊張感なんてもうないんですよ。でしかも多分試合もね、そんなに緊迫したゲームというよりかは多分勝ってたよね。勝ってます、絶対に勝ってます、絶対に勝ってるんですよ、相当、しかも割と勝ってる、その1点差、勝ってないとあんな余裕出ない、そう、1点差2点差とかじゃないよな、もう、何十点、十何点とかね、下手したらそんぐらいの点差がある中での終盤のもう試合で、生き物係聞こえてくると、でもね僕たちはもう勝った気持ちでいますから、もう試合楽しもうぜ言うて、1試合目も勝ってるし、そう、気分がいい、2連勝して、で楽しくね遠征終わって帰ろうやって雰囲気 で気分がいいんですよ、だから、でそんな特にね聞こえてくる生き物係のね、ありがとうって伝えたくてとか、風が吹いているとか、聞こえてきた、いっぱい聞こえてくるわけよ、でそれでさ、もう始まるよね、僕がショートで、デビンガさんファーストでした。はい、でね、ピッチャーに向かって声かけるわけですよ、ピッチャー楽に行こう楽に行こう、そう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 、打たしていいよ、うん、行くんですけど、生き物係聞こえてきた瞬間だよね、ガヤ風吹いてる、ガヤ風吹いてるここはまだあれどっちだろうと思う人もいる段階ね、そう、結構ガヤ風強いから、ガヤ風が吹いているここでふざけた、そう、風吹いてるぞっつってな、そっからも始まってな、しかもそう、2年生上級生がいる中で1年生で連れてきてもらった身分のファーストとショートだけがずっとふざけるっていう、ね、そうなんだな、でピッチャーをな、ピッチャーがね三振とか取って、ピッチャーナイスボール、ピッチャーありがとうありがとうありがとう、もっとジョイフルしてこう意味が分かんないもんな、三振取ってピッチャーありがとうは意味分かんないしなあったな、その本当になんかわけわかんない、なんかね、どこでもいいから入れたかったんだよな、そう、生き物係のワードをな、入れたくて、いやよく怒られなかったな、あれは本当に絶対気づかれてるもんな、だってブルーバードとか言ってたもんどこで何言ってたか覚えてる、なんでブルーバードが出てくるんだろう、ブルーバードやりすぎだよな、でもブルーバード歌ってたんだよ、ああ歌ってた、歌ってたよな、俺覚えてる、あ、ナルトのあの曲だと思う、そう、本物だ、あブルーバード適当にもう本当にでそのだってさ全員気づいてるもんだ、ね、だって全員が、あ生き物係のライブ聞こえてるなっていう状況で、
そう、あ、ありがとう、今歌ってるなっていう状況で、ピーチャーナイスボー、ピーチャーありがとうあ、ありがとうって言ったみたいなね。ありがとうじゃないよ。ありがとうって伝えるわって言ってた。キモ。ありがとうって伝えたく、伝えたいっつってな。やってたと思う。で、セカンドのやつも同級生だったの、その時。うん。あの、セカンドのやつもずーっと笑ってたもん。まあ、そりゃそうだよな。ショートとね、ファースト挟まれてやってますから。多分な、なんだ、なんかでもその、だからさ、だから内野ゴロとかさばいて、こう、小判とか投げちゃって、で、デミゲさんカバーしてくれて、ファーストありがとうマジありがとうみたいな、とってかまったよな、多分な。やってる。なんかね、覚えてる。絶対あるわ。あの日が一番楽しかったから、めちゃめちゃ覚えてる。一番楽しくてな。勝ったしな、ちゃんと。そう、めちゃくて、多分俺も打ってるし、俺も。うん。あの試合楽しかったな、本当に。あれ、本当にね、A じゃできないから、あんな試合。そう、あんなのはできないから、多分本当に、で、大学生になってもさ、あの、サークルでね、野球の試合やったりとかさ、するじゃん。で、大学生のその試合なんてもう、ノンプレッシャーの本当に、ね、楽しい試合だけどさ、全然その試合の方が楽しかったもんね。そう、あの、じゃあなんでかって言うと、やっぱね、大学の、同じ状況でね、大学のサークルで、うん、ありがとうが聞こえてきて、じゃあありがとうって伝えるわって言って投げてるより、あの、高校野球の、あの、B 戦、その、割とちゃんとしなきゃなんないとこで、そう、その A チームに。ふざけてるっていうのが、やっぱあの、楽しいんだ。いいんだろうな、その A チームにこう、上がってやるぞっていう気持ちの中やんなきゃいけないはずの試合で、もうね、あんなふざけてるわけだから、怒られるか怒られないかの狭間まで行きたかってだよな。そう、でも怒られてもそうだよな。いや、俺怒られていいもんな、マジで。全然集中しろって言われなきゃなんないわ。だってあれ、こと怒られてもさ、そのいや普通に声かけしてましたとかにはならないレベルで言ってたもんね、やっぱ。そう、だって笑ってたもん。そう、グローブこうやってこう口にこうグローブ当ててさ、こうやって後ろ、まあ、ショートとかさ、セカンドあるけどファーストやんないもんな。そうそう、グローブで顔隠す。グローブにでね、顔当ててこう後ろ向きながら、外野にワンアウトとか言ってこう風吹いてるぞとか言って、こうやって下向きながらやったりとかあれはね、本当に楽しんでいこうって、ジョイフルでいこうっつってやってたな。いや、本当にね、あの、でもスリルというか。まあ確かに。あれはそうだな。ちょうどよかったな。あとライブが聞こえてくるっていう、その非日常的なね。そう、まあ、そもそもそのライブが聞けてるっていうのもちょっと嬉しい。試合中だしね、しかも。こっちは真剣に高校野球やってる中、めちゃくちゃ絶対盛り上がってる生き物係のライブ行ったこともないけど、めちゃくちゃ有名じゃんか。そう。やっぱ一生に一回聞いてみたかったものを、おこぼれで聞いた喜びが相まってふざけちゃったよな。なんかいろんなのが重なったな、じゃあ。そういろいろ重なって一番楽しかった試合だよな、あれ。いい、だってあれがさ、あの試合がもし自分たちの高校でやってたら聞こえてないわけだ。聞こえてないし、あの厚木の高校だから聞こえてんだよ。そうで、しかもだからそのね、高校、あ、試合相手もさ、あそこの高校じゃないとやっぱ聞けてないわけだしな。そうで、違う相手だったらもしかしたら負けてる可能性もあるし。そうなんだよな。負けてたらそんなことできないし。すべてが。そんな、そう、いい、本当に、ふざけてくれって言われてる。そう、すべてが重なって、あの状況が生まれて、一番楽しい試合だったね、本当に。私、高校野球生活で、確かにその練習とかも含めても一番、そのスリル的に面白かった。そう、一番面白かったかもしれん。いんのかな、その俺ら以外で、あの試合が一番高校野球生活で一番面白かったっていうやついるかな、俺ら以外。みんなの聞きたいな、この、まあ、その野球に限らずな、自分の部活でこの瞬間、この時めちゃくちゃ面白かった。今思えば、そのなんか、マジで何やってんだって思うけど、うん、その当時めちゃくちゃ面白くて、未だに鮮明に記憶に残ってる試合とかな。そう。でも、その試合のあの雰囲気が元になってできた動画が、あのハロープロのワード面接に入れてみようっていう動画ですからね。そう、あの本当にあのハロープロ面接ワードみたいなのでを見てもらったら、あ、マジであんな感じで
聞こえてきた生き物がかりワード試合中に言ってたから。そう、あ、そうだよ。あれがその面接なのか試合なのかみたいな感じだったよな、本当に。それは楽しいだろ。それは楽しいよな。いやー、もう一回あの試合やりたいな。楽しかった。楽しかったな。ハロプロでやってたらやばいな。ハロプロのライブが屋外でやってる。なんかハロ、だからそれこそさ、ジャパンジャムとかさ、その、とこでフェスに出てって、その近くの球場までこう遠征で行っててみたいな。いや、絶対ワンアウトの時の、ワンアウト。えぐ。やってたらな。えぐ、うわ、やってるな。うわ、やば。めちゃくちゃ。うわ、それやってみたかったな。ワン、ツー、スリーとか聞こえてきたら絶対やってたろうしな。ワン、ツー、スリーとかな。ファーボール、ノーウェイウェイね、とかね。いいな。お、そう、ちょっと重ねていくような、かけていくような。そう、うわ、やりてえ。うわ、楽しかったな。ハロプロ野球。これもやりたいね。めちゃくちゃ企画できそうだな。企画でな、できそうだな、確かに。何でもできちゃうからね。掛け声を全部ね。そう。聞こえてきたハロプロワードにするのはできそうだもん。何でも、野球の試合中に 何個ハロプロのワード言えるか、みたいな。やっぱあのスリルがたまんなかったけどな。そう、あれがやっぱな、高校野球でやるっていうのがやっぱいいんだよな。そう。あの今もしねこれ聞いてる高校球児がいたら、あのぜひやってみてください。そう、やってみてください。このでもこれ注意が必要なのは、本当あのやりきらないと、あ、なんか中途半端になると怒られる可能性めちゃめちゃある。そう、最後まで胸張って やりきんないと。あと怒られてもいい覚悟でな。そう、怒られてもいい場面でやった方がいいよな。そう、俺らはもう何だろう、怒られてもいいと思ってた。そう、しかもその怒られても大したことにはならんだろうっていうな。あ、そう、そこをねちゃんと空気読んでな。そう、そこだけは気をつけて、ぜひね本当にいい試合とかでな。そう、試合をぶち壊すような掛け声はダメです。そうそうそう、ちゃんと試合が緩かったんですあの日は。試合をね盛り上げるような、そのね、他のさ相手チームもさ、お、生き物係聞こえてんなってなってたもん。そう、絶対なってるもん。でなってたからこっちもね、ふざけて良きかな。良きかなっつって。ふざけてますからね。うん、だからね、あのちょっとやってみたよっていうね高校球児いたら、あのぜひ今度またコメントください。うん、やってみてください。はい、ミッドナイト坊主のベータナイトニッポン。ミッドナイトボーズのベータナイトニッポン。さあ、今週もたっぷりお話ししてきましたけれども、はい。いや、 やっぱね、昔の話がやっぱ一番楽しいね。そうですね、やっぱり思い出だしな。あの、お前じゃないか、卒業アルバムの顔ふざけようぜとかさ、ちょっとやっぱ面白い。面白い。卒アルで俺らさ、なマジで夜越せるもんな、卒アルで。今なりラーメンチって卒アルとかさ、卒業文集とか見てさ、そう笑ってるもんな。大爆笑するよな。 こんなこと書いてたからとかな。まあ、信じられないくらい笑うからな、本当に。あれ知ってる？卒アルさ、うん、野球部の写真、俺とキャネック変顔してんの知ってた？そのバレない変顔しようって。確かにね、そんなあからさまなやつしたらもう一回撮り直しになっちゃうからね。そう、だからバレないギリのやつが確かねできてんだよ。いや、そんなんさ見たら大爆笑だもんな、普通に今見ても。ちょけてんだよな、なんでだろう。なんでだろうな、マジで。ずっとちょけてるよな、やっぱ。うん。まあ、動画見てる人もな、なんとなく薄々感じてるけど、やっぱここの2人はあのちょけるんですよね。あの、その、やっていいとかやっちゃいけないとかは関わらず、あの、面白そうなの、ちょけ始めるから。そうなんですよ。だからね、ここまでこうなんか
こんな一緒にやってこれたわけですからね。直系。そう。そう。本当はなんかその、そう、大まかに見たら違うグループだけども、そうなんだよな、解けるっていう一つの行動が一緒だから、やっぱギリここまで保ってくから。本当だったら交わらないよな、マジで多分。本当に、うん、普通にだって僕あのちょけるけど、そのなんていうの、真面目というか、遅刻とかはしないし、 やることはやるみたいな感じの。俺は遅刻もするしな、やることもあんまやんないタイプだからな。結構なんか先全そのしちゃんとやるけど、先に済ますタイプと後に済ますタイプを、そうそうそう、二人じゃんか、うん、だけどもやっぱ二人ともちょけるっていうだけ。そこだけでこう今やってきてますからね。そこだけですからね。やることやってからちょけるタイプか、ちょけてからやることやるタイプか、二人でちょける部分が被った時にやっぱね面白くなっちゃうから。そう、最大火力出せるからな。そう、あ、そのあのなんだろうな、ちょけていい時のさ、そう、振り幅というかさ、あのちょけていいよって言われたらさ、あの多分いろんな人が戸惑うとこまで行くじゃん。そう、そこでさ、そこの信頼えぐいよな。あ、ここまで行くんだみたいな。でついてくるじゃんか、2人で。お互いにやっぱ、あ、ついてこれるな、こいつはついてこれるからここまでいけるなっていうので、2人ともこう高め合って高め合って、誰もついてこれないところまで いけちゃうじゃん。もうやめて、だから秋のがいるんですね。あ、そうだな、止まんなくなるから。そうだそうだ、どっちがちょけれるかで本当に危ないところまで行きそうになるから秋のがいるんですね。ダメだ、この話してるとやっぱもうちょっと眠れなくなっちゃうからな。終わんな、どこまでちょけれるかってな。こういう話してたらさ、マジで永遠に話せるから、もうラジオもこれ終わんなくなっちゃうもんな、マジで。一緒にな、ちょけてくれる人が他にいたらもっと話は弾むしな。そうなんだよな。ですね、俺ら部活も30人いたからな、誰かしらがついてこれちゃう時あるからな。そう、あとやっぱそのなんだろう、講演隊じゃないけどさ、俺と雄大がちょけるのをさサポートするやつもいる。もっとちょけろよみたいな。あ、巻き組める人がねいるからね。そう、あの一緒にちょけるんじゃなくて、ちょけてる俺らをさらにちょけさせようとしてくるやつらがいるわけじゃん。そう、いるよな、こう息を吹きかけてくれるやつらが。どんどん調子乗っちゃうな。そう、うわ、またみんなでどっか行きたいね。ちょけたいね。そう、なんかね、旅行とかね、もうなんかちょっとみんな泊まりにね行きたいですね、また、うん、いやー、なんかちょっとノスタルジックな感じになってノスタルジックしまいましたけど、感想的になってます。ちょっとそんな感じになっちゃいましたけども、視聴者の皆さんはついてこれたのかな。またね、止めてくれる人がいないとちょけちゃうよ。ちょっとちょけちゃうんでね、この辺でね、今週は終わりにしたいと思いますよ。はい、今夜も素敵な夜をお過ごしください。それではバイチューン、バイチューン。